伊藤匠信は日本中央競馬会ミホトレーニングセンターに所属する機種。機種免許は平地競争と障害競争の両方を所持している。郡山市立業研中学校時代は野球をしていたが、12の終わり頃にたまたまテレビで競馬を見たのがきっかけで機種を志した。アニマルベジテーションカレッジで乗馬を始め、2005年に競馬学校に第24期として入学。 なお同期入学は8人おり、その中に、平野優や北村光平の弟もいた。2008年に同校を卒業し、美穂・小賀文夫級者所属でデビュー。卒業時の同期には、大江原慶都アニマルベジテーションカレッジ時代からの同期である、三浦光正がいる。3月1日の中山 1R で、初起場を迎え、自給車の東証ブリーズに起場し11番人気で9着。 同期の三浦が勝ち星を重ねる裏でなかなか勝てず、三浦が新人最多勝記録を塗り替えた。翌日の10月26日、東京 1R でサザンスターディに帰場し、89戦目でようやく初勝利を挙げた。1年目はその一勝のみに終わった。翌2009年1月5日、2年目を迎え最初の帰場となった中山の 3R7R で、 いきなり気乗機会に連勝し早くも前年の勝利数を超え、2月15日のダイヤモンドステークスで重賞初気乗、49kg の軽量を生かし、16頭中、最下位人気のゴーイズウィンドで5着に入った。その後もステキシンスケ君で、KO 杯スプリングカップに出走するなど、気乗数を大幅に増やし、2年目は23勝を挙げた。 2010年1月12日に行われた第24回全日本新人王総派戦で同じく選抜された同期の三浦と共に出場。第1戦、第2戦とも2着に食い込み合計30ポイントを獲得し新人王の称号を手にした。なお、JRA 所属騎手の新人王獲得は第18回の柴原中春以来である。同年5月9日。 NHK マイルカップで GI 初起乗。6月20日、地元福島競馬場で行われたバーデンバーデンカップでウエスタンビーナスに起乗し、初オープン勝ちを飾った。2011年5月1日付で小賀文みを車を離れ、フリーとなった。2012年11月25日の東京を R キャピタルステークスで18頭仲裁会人気。 単勝397.4倍の山人ウィスカーで逃げ切って勝利し大穴を開けた。同レースは、ウィンを対象1レース目で、発売票数880万票から一気に、残り票数が13,574票まで減り、最終的に的中2票で、史上2度目の2億円の払い戻しとなった。二千十三年七月二日、川崎 q ルジュライフラワー賞で十番人気。 山人ペルルに起乗し、地方競馬初勝利を挙げた。2018年1月27日、中京 4R でダニエルに起乗して一着となり、JRA 通算100勝を達成した。初起乗から3270戦目。前年4月9日に99勝目を挙げてから9ヶ月ぶりの勝利だった。同年2月17日、東京 4R、障害未勝利戦で、 障害競争に初起乗したが、2週目交渉面で競争を中止した。2019年12月8日の中京 4R で、スリーコーズラインで障害初勝利を挙げ、同馬とのコンビで2週後の中山大障害に出走し、ジャギー初起乗を果たした。2020年1月1日付でかなり高支級者に所属。同年最初の開催となった1月5日の中山市。 R では、カンナリ級者のおいで安大臣で幸先よく、勝利している。9月27日の中京11、R 神戸新聞杯で14番人気、ロバートソンキーで3着に入り、一勝場ながら、ッカ賞への優先出走権を獲得。自身初のクラシック騎場となったキッカ賞では9番人気で出走し、6着となっている。ありがとうございます。